はいどうも、マシロチャンネルです。皆さん、コロナウイルスの影響で家にいることが多いと思うので、自分も必要以外の外出は避けて現在行動してるんですけど、この前の動画で自宅でできる〇〇系の動画を4月の上旬ぐらいは出していこうかなっていうので、今回もそれやっていこうと思うんですけど、で今回は一番安全でもあるかなっていう動画でグラブ紹介やっていこうかなと思います。自分の先輩がグラブを2つオーダーしまして、本日はそちらを紹介していこうかなと思います。で、メーカーなんですけど、はいこちら、この箱、皆さんあまり見覚えないと思うんですけど、グラブワークス、今こんな感じで届きます。はい、グラブワークス、自分も3年4年ぐらい前から注文してミット作ったりグローブ作ったりしてきました。でその先輩も何個かグラブワークス作ってまして、また作りたいってことで注文して届きまして、紹介の許可ももらったのでやっていこうかなと思います。でグラブワークス、どういうメーカーかって言いますと、海外のメーカーなんですけど、安くオーダーグラブが作れる、まあ、お手軽にっていうのが一番いいかなと思います。で顔の説明とかどういうのができるかっていうのはこの後紹介していくので、先にじゃあグラブ紹介の方からやっていこうかなと思います。1つ目の箱からいきましょう。まずこっちがですね、開けると、はいこちら紫のピッチャー用グローブになります。でこちらはですね、ゲームデイっていう一番下の顔のランク、まあ日本円で言うと1万5000円ぐらいあれば作れるグラブになります。でキャンペーンとかたまにグラブワークスやってて 20% オフとかやってるんで、そのキャンペーンが絡んでくると1万2000円ぐらいあればオーダーできるんじゃないかなっていう顔のグレードになります。でこちらのグローブなんですけど、パープル、紫を使用していまして、で玉はみの白を使用していて、ヘリ革とレースがネイビーを使用しております。でウェブがこんな感じです。まあ、ピッチャー用なんですけど、ちょっとこの軽量化してある、まるで抜かれているようなウェブとなっております。で補給面はこんな感じです。でサイズが 11.5 インチってことで、まあオーソドックスな大きさかなと思います。こちらがゲームデイの一番下の顔のランクで作ったピッチャー用のグローブになります。詳細はまた後で紹介していきます。届く時にはこの発泡スチロールの型をこう崩さないようにするボールと、あとグラブワークス毎回来るんですけど、ステッカーとあとグラブケースが付いてきます。ステッカーは全部で4枚5枚ぐらい入ってますね。6枚ぐらい入ってますね。はい、これが1つ目で、もう1つ開封していきます。こちらもピッチャー用なんですけど、ちょっと違うタイプがこちらになります。はい、こちらもゲームデイ一番下の顔のランクで作ったグローブなんですけど、こちらも同じくピッチャー用で、これをちょっと濃いグリーン、深緑みたいな感じのカラーリングと玉はみの赤を使用しております。でウェブこんな感じです。はい、こちらもピッチャー用なんですけど、さっきのとちょっとここは似てるんですが、ちょっと下は違う感じになってますね。で補給面がこんな感じです。でさっきのはダブル横閉じって言って、土手紐が入ってるんですけど、こっちはもう最初から入ってないやつですね。抜いてあるとかじゃなくて、もう最初から入ってない閉じ方になってます。ここですね。でサイズは一緒で 11.5 インチのグローブになります。で同じくこれとこれが入っております。それでは2つ、今大まかにグローブを説明したんで、近くで詳細とどんな革かっていうのも紹介していこうかなと思います。はい、というわけでグローブ2つ今回紹介してますので、このピッチャー用とこっちのピッチャー用ですね、この2つを今回使ってどんなグローブかっていうのを紹介していきます。こちらがですね、グラブワークスのホームページになるんですけど、オーダーするときにどんな感じでできるかっていうのを以前にもちょっと紹介したんですが、ここですね、革がここ3つありまして、ゲームデイとプロステアハイドとプロキップの3種類があります。だいたいこれがまあ1万2、3000円で、まあ1万8000とか1万9000円とかで、こっちが2万5000円とか6000円とかでオーダーできるグローブになります。今回注文したのがこの2つのゲームデイっていう、まあ一番下のランクの革になりますね。でまあ革質、以前にも動画で紹介してるんですけど、硬さはちょっと硬式用なんであるんですが、日本の軟式のグラブでいくと、まあネオステとかグローブレディットとかと、まあいい勝負になるんじゃないかなっていうぐらいの革を持ってますね。ちょっとそれよりも劣るかなぐらいなんですけど、全然その硬式で練習とかで使う分には全然ありかなと思います。やっぱり試合とかで使うってなった場合は、このもう一個上のプロステアハイドとかプロキップとか硬式ボールの試合でも全然いけるかなっていう感じで、まあ、ゲームではどっちかっていうと自分は軟式用で使うか硬式の練習で使うか、その辺をちょっとおすすめしておりますね。もうこれ個人的な感想なんですけど、これまでグラブワークスを何個か使ってきての感想になります。皆さんも今時間があると思うので、自分がもしオーダーするんだったらどういうのをオーダーするかなっていうので、ちょっと時間があれば、まあ、遊びがてらでいいと思うんでやってほしいんですけど、例えばですけどちょっと1個作るとしたらこんな感じで選んで、これが普通のグラブ、野手用グラブで、これがダブル、ここが2本のやつですね。ここが2本になるやつとファーストミットとキャッチャーミットとソフトボールグラブがあります。まあ、普通に作るんであればここ選んで、まあ、ゲームデーで選ぶとしてゲームデーで、スローイングハンドなんで投げる方の手、右投げなんで右投げ、これが間違いないですよね。投げる方の手でサイズがこれありまして、いっぱいで今回作ったのが 11.5 インチ、このサイズです。 11.25 とかこれになると多分ユースモデルですね。一番弱いユースモデルで11インチから始まって、一番でかいので 13.5 インチまであります。例えばなんですけど 11.5 インチを選択します。アジアンスペック
例えばウェブをこう水色にするとか、この川を赤にするとか、まあ、こんな感じで決めていくと、決められるかなと思います。確かこれ日本語版が出てるってことで、確かこれを日本語にすると全部変わるはずなんですよね。まあ英語のとこもあるんですけど、だいたいこの日本表記に変わるってことで値段変わりましたね。だいたいこんな感じですね、値段が。あ、でもこの辺はあんま変わんないですね。まあ自分が渡した時はまだ英語の時だったんですけど、まあだいたいこれだと値段だけとか、ちょっと日本語が増えるぐらいで、そんなにこれあんま変わんないかなっていう、っていうのでオーダーができます。で、大体これが2ヶ月半とかで届いたんですけど、今ちょっとコロナウイルスの影響もあるんでどうなのかちょっと分かんないですね、今は。で、比較としてなんですけど、これがローリングスの 11.25 インチ。まあちょっと元の形もあるんですけど、右の方がちょっとだけ小さい形になってます。まあこれちょっと片付けとか何もしてないんで、まだ皮が伸びてない状態なんですけど、片付けをすると伸びてこんな感じですね。なんでちょっとオーダーするときは少し皮伸びるなと思って皆さんもオーダーしてもらうといいかなと思います。特に一番わかりやすいのは、自分がいつも使ってるエールストーリーとかって、これめちゃめちゃちっちゃいサイズなんですけど、水もみをして今使って手入れでオイルとかも入ってるんで、だいぶこう伸びますよね。そうするとだいぶこう皮が伸びてきて、元のサイズよりも少し大きくなるんで、これも片付けをして使っていくと伸びてくると思うので、その辺を少し考慮してオーダーしていただけるといいかなと思います。でちょっと皮によってグラブワークス差が出るって話を以前にもしたと思うんですけど、ちょっとやっぱりずっしり感はこの紫の方がありますね。持った感じ結構違います。こっちの深い緑の方はちょっと軽く感じるんですけど、この辺が違うとはいえだいぶ差があるので、まあ色によってちょっと皮の違いっていうのは生まれてくるかなと思いますね。そんな感じに自分は思います。はい、そんな感じですね。今回はグラブ紹介したんですけど、ちょっとこれから部屋で撮るときはなんか自宅でできる系のトレーニングを紹介していこうかなっていうので、何個か紹介していけたらいいかなと思います。これがですね、この前のメディシンボールを買った場所と同じドンキホーテで買ったんですけど、リストを鍛える野球ギアってことで、これ自分高校の時にもやってました。で798円、698円ぐらいで購入したんですけど、これコマみたいに紐がついてまして、これを引っ張ると中のものがこう回転してリストを鍛えるんですけど、ちょっとやってみます。紐引っ張って回ってるんで、これを上げていくと、これでめっちゃこの握力鍛えられるんですよね。でこれ持ってないと飛んでっちゃうんですよ、離すと。なんでここをしっかり握って、今結構がっつり握って回していかないとどっか行っちゃうっていうんで、しっかりこれ持って回してます。これをまあ1分とかやって休憩して、1分とかやって休憩してっていうので、だいぶこの3本の指とあとこの辺ですかね、この辺が結構くるんで、まあ、ドンキホーテで売ってますので、もし気になる方はやってほしいかなと思います。と、もう1個はまあショートピッチングですね。まあ、ボールを投げるっていう動作、まあ、部屋では絶対できないと思うんで、それをまあ補うというかフォームを固めるためにショートピッチングをして、今外出できない中で部屋の中でできるものっていうので一つおすすめかなと思います。自分も普段そんなにショートピッチングしないんですけど、タオルの先っぽを丸くしてとか、なんかこういう感じで持ってボールっぽくして投げています。本当だったらボールを投げて確認したいところなんですけど、まあ今回はしょうがないと思うので、まあシャドーピッチングでも全然フォームは固められると思うので、まあいつも意識できないポイントをちょっと意識して投げる動作ちょっと確認してほしいかなと思います。はい、そんな感じで本日はコロナの影響で外出できないんで外ロケもできないってことで、グラブ紹介、グラブワークスの紹介と、あとちょっとした部屋でできるトレーニング系を紹介しました。まあ、ちょっとこの時期室内撮影が多くなると思うので、ちょっとその辺はご了承いただけたらいいかなと思います。そんな感じでまた部屋でできる系の動画増やしていこうと思うので、引き続きチェックの方よろしくお願いします。それでは今日のチャンネルは以上です。えいっしょ。はい、というわけで今回のプレゼント企画です。今回は Z ネオステの公式内足用グローブになります。
こちらはブラック一色のグローブで高校野球対応のグローブとなります。実はこちら動画でも話した通りに9999円で購入した激安のグローブとなります。ただ物はしっかりしているのでぜひ皆さんに使ってほしいかなと思います。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。